いよいよこの日限りのドリームマッチ、日本代表のダブルス対決、子供たちに夢の時間を届けます。いや、とても貴重な対決が実現しましたね、陣内さん。いや、もうそうですよね。桃田選手とか奥原選手ってダブルスすること本当ないですからね。これ貴重ですよ。あとね、いや、渡辺選手はダブルスのプロフェッショナルなんで、そこも注目ですね。きっとこう見ている子どもたちにいい刺激になると思いますよ。なるようになれば。頑張ろう。ラボールプレイ。お願いします。お願いします。お願いします。はい。ドリームマッチ、いよいよ始まりました。サービスオーバー。ここはしっかりと渡辺選手が見ていきました。ナイス。後衛に山口選手。頼む。このドリームマッチ、ジュニアの選手たちも陣内さん食い入るように見てますね。いや、本当そうですよね。もう日本代表の選手が動くのを多分今日見たことを全部こうやりたいと思うんですよね。ラリーを打ちながら、ここは2人の足が止まってしまいました。これがダブルスの場合あるんですね。そうなんですよね。組み立てって言いますかね、はい、お互いにこう譲り合うっていう。普段組んでいない2人が組んでいます。ドリームマッチならではのこの顔合わせ。桃田が打って奥原が返す。そして前衛には山口茜、今度は渡辺、声を上げてのジャンピングスマッシュ。ギリギリを狙いましたが、これはアウトです。スリー、さあやばいぞ。リードしよう、リードしよう。あっという間に3点差。この4人の中では渡辺雄太が唯一のダブルスプレーヤーです。今度は山口茜が後衛、前衛に桃田。ジュニアの選手たちもじっと見ています。今度は桃田、奥原が後ろを狙いましたが、これはアウト。やっぱりダブルスでやるとあの辺の高さ、距離感というのも ね変わってきますからね、うん、ダブルスの構えになってますね、はい、山口茜、渡辺が2人の間、強烈なスマッシュで打ち抜いてきました。いや、ここはダブルスの前、陣内さん狙われると一番辛いところですよね。しかも左利きと右利きなので、はい、譲り合うっていうのがやっぱりちょっと急にはできないんですよね、はい、左と右っていうのは難しいですよね。そうですね。お見合いが多くなるかもしれないですね。桃田、山口が前衛に入っています。桃田が後衛。ごめん、浅いよ。桃田のジャンピングスマッシュ、早い展開、打ち込んでくる。4人がそれぞれ全力で相手と向き合います。拾った桃田、渡辺スマッシュ、山口も拾っている。チーム桃田打ち勝ちました。これはすごい。いや、見事なラリー。さあ、これで2点差。取られたな。思わず見入ってしまいます。もう一回頼む。慣れないこのダブルスでの試合ということになっていますが、桃田、山口、少しずつリズムが出てきたか。ここはネットにかかりました。サービスオーバー、5-2。いや、やってないとはいえやっぱりダブルスできるんですよね、はい、ここもいいとこ狙った。山口拾っている。相手を後ろに追い込んでいきます。山口を渡辺が狙ってきました。そうですね。やっぱりこう渡辺選手はね、普段慣れてますからね。やっぱり渡辺選手のドロップでもちゃんと山口選手が拾いに行ったりとか、はい、やっぱり足腰が できてるんですよね、はい、さあ3点を追いかける桃田山口ペア、巻き返しとなるんでしょうか。このサーブ周りですよね、一つね、シングルスとダブルスで違います。ネットイン。さあ2点差、6-4。シークワンス、やばい、おしおし、ごめん。シークワンス。さあ、ここで連続ポイント。ヘアピン前からね。3連続ポイントです。どうしかないか。
1点差まで追い上げてきました。チーム桃田、桃田の強打、強打、また打ち込む、ね、再び桃田、今度は緩急をつける、願い、全力で相手に対して向かい合います。渡辺も声を出しながらの強打、今度はドロップ、渡辺優太落としてきました。ナイス、ポイ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 、あれえぐいな。ほぼ今日初めて組む、はい、この組み合わせでのラリーです。ね、見事なコース、桃田素晴らしいところに落としていきました。ごめん、ごめん、悔しがってますね。なになに、さあこれで1点差、さあよし1本、徐々に両チームともに高橋さんコンビネーションが、ね、できてきてますよね。そうですね、あの山口選手が、はい、思った以上にレシーブがうますぎて、はい、ちょっとびっくりしてます。はい、ありがとうございます。 OK、 さあこれで8対6、くそ、平橋リーダー、リーダーよっしゃ、打つよ打つよ、さあ打つよ打つよと話した渡辺、打つよ打つよ打つよ、来ました、恋によるフェイントです。日本代表のムードメーカー渡辺優太の恋によるフェイントが決まりました。ナイスナイス、渡辺クオリティや、いやナイスだ。9対6、先に11点を取ったチームの勝利です。ナイス、ごめん。ここは反応できませんでした。9対7、9、さあ相手見てくるわ、そうね、見てくるわ、動こうちゃんと。いや今も高橋さんいいところに落としましたね。そうですね、ちゃんと奥原選手の位置をちゃんと見て打ってますよね、はいはい、おー見てくるわ、2人の間絶妙なところ、渡辺優太素晴らしいショット、渡辺のこの技ありショットでマッチポイントです。必殺技出すわ、必殺技を出すと宣言しています。あっ狙いすぎたか。さあ10対8、力入っちゃった。さあ思わず力が入りますこの対決。よしポン、okay. マッチポイントを迎えています。もう後がないのは桃田と山口です。頼む、渡辺も声を出しながらの強打、今度は桃田、声を出しながらのショット、頼む、そして山口、奥原、今度は女子の2人がラリーになります。渡辺は牽制していきます。前、後ろ後ろ後ろ、打つよ、頼むよ、来たあげる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 、ここも長いラリーになっている。あー、ナイス、あー、ナイス、最後は山口茜、最後は山口茜打ち込んでいきました。スマッシュ決まってナイスショー、これで1点差、いやもう打つわ、打つ、それしか言わない、もう分からん、打つ打つ、 OK 信じるよ。さあ1点差、山口のサーブ、これで同点、10対10、デュースはありません、デュースはありません、デュースなし、デュースなし、次にポイントを取ったチームの勝利です。ここでしか見られない日本代表のダブルス対決、互いに譲らず共にマッチポイント、勝つのは果たして、見事なコース、桃田、次にポイントを取ったチームの勝利です。さあデュースはありません。さあ大接戦、次のポイントどちらに入るのか、勝負を決めるポイントになります。さあ一つ勝負のギアが上がっています。頼むよ、うわ、あーもう一回、あ、あ、あ、
わあもう一回チーム桃田が勝ちました大逆転最後に勝ったのは桃田と山口茜桃田選手やりましたね最後大逆転大金星ですねこれは雄太に勝ったのが一番気持ちいいです奥原選手どうでした戦ってみて悔しかったですね楽しかったです、ということでこのドリームマッチはチーム桃田の勝利です